はい、皆さんどうも今回もお越しいただき誠にありがとうございます。それではね、タイトルにある通り早速ね、アイアンマン vs キャプテンアメリカやっていきたいと思います。まあ今回はね、ちょっとかっこいい戦いになると思うので、ちょっとね、画面を暗い感じにしています。ちょっとせ決戦をイメージした感じに。はい、それではね、早速やっていきたいと思います。どうしようかな。ポイントじゃあ5ポイント選手か。いつも3点とかだったけど、じゃあ5ポイント選手で、こんな感じのカスタマイズですね。さあどっちが勝つでしょうか。さてと、じゃあアイアンマンから打っていきます。5ポイント選手です。いきます。3、2、1、ゴー。今キャプテンアメリカが勝った気がするんだけど、気のせいかな。お、気のせいか。いや気のせいじゃないよね、多分な。みんなそう見えたよね。キャプテンアメリカがバーンって吹っ飛ばしてバーストして、で自分もその勢いで吹っ飛んでしまって壁に当たってバーストしたよね。だよね、俺にはそう見えたよ。今の一瞬で合ってるはず。なのでキャプテンアメリカ2ポイント。さてさてさて、覚えてられるかな俺点数。覚えてられるかな。じゃあ早速もう一度やっていきたいと思います。3、2、1、ゴー。いきます。3、2、1、ゴー。おー、今回おとなしいな。おー、そうでもないわ。音すげえな。おっと、え、強いな。強いな、このカスタマイズ。マジか、戦わせるとこんなに強いのか。待てよ、こっちはワンロック。すっげえいい勝負。でも3対0だよね。0ポイントです。で3ポイントです。いやー、かっこいいなシビルウォーの戦いをベイブレードでね、できると思ってなかったんでね。まあちょっと夢の実現って感じですね。3、2、1、ゴー。今3、2、1、ゴー。今当たれば痛いよ。うおうおい、おいおいおい、ボロ負けじゃねえか。アイアンマンボロ負けじゃねえか。待てよ、これでバーストで2ポイントなので、アイアンマンが1ポイントも取れずに結果が決まってしまいました。このカスタマイズやばいんじゃない？だってみんなベイブレードやってる方なら知ってると思うんだけど、デスサイザーって強いんだよ。本当にレイヤー強いんだよ。いけな、カスタマイズがいけないのかね。でもまあこれはね、こういうカスタマイズですからね。ちょっとこいつが強え、マジで。なんでこんな強えの。ちょっとじゃあ、まあもう勝利は決まりました。はい、キャプテンアメリカが一番というか、この2体で戦わせてみたら強いという結果になりました。もう1点も取らずにね、1点も取らさせ、ん？まあいいや、もう一回やってみっか。次はね、勝者から打ってみよう。いきます。3、2、1、ゴー。こんなあっさりいくとはな。はい、キャプテンアメリカ強すぎ。